はい、西村ラジオ第70回ということでね、しばらく休んですみませんでした。また頑張ってね配信したいと思いますんでよろしく。早速、今回は、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、わし PP っていうのを聞いたことありますでしょうか。あのね、単純にまあ PP、クリア PP とかマット PP と同じように、和紙を貼った、PP があるんですけど、今回紹介するのはその和紙 PP とはまた違ってですね、ほな不織布のフィルムを貼ったものを、ちょっと紹介したいと思います。これが、まあ、こちらになるんですけども、紙のまあ普通のコート紙の上に、不織布の布っぽいフィルムを貼ります。その貼った上に印刷をかけてます。先ほど言った和紙 PP と大きな違いっていうのは、和紙 PP の場合はまず紙の上に印刷をかけて、その上に和紙 PP を貼ります。なのでどうしても印刷したものが PP によって見づらくなる、もう絵柄がはっきり出てこないっていうね、欠点があったんです。欠点というかね、特徴があったんですが、今回のこのフィルム貼りっていうのは、紙の上にフィルムを貼って、まあ、不織布のフィルムねを貼って、その上に印刷をかけるんで、これだけ綺麗に印刷が出ます。さらにこのね、不織布独特のこのふわふわっとした感じ、見た目で結構わかると思いますが、毛羽立った感じね、もちろん触り心地もふわふわして気持ちがいい、こういう不織布貼りというのをねご紹介したいと思います。絵柄にもよりますけど、やっぱこれだけね、絵柄、このフィルムを使いたいってことを前提にデザインもされてますんで、やっぱりこのね、素材とイラストがすごくマッチして、すごく可愛らしい仕上がりになってるんじゃないでしょうか。で、続きまして、今度はね、夏にぴったり、夏といえばやっぱり皆さんやりたがる、ご要望がねよく増えるのがね、スポットグロスでね、夏にスポットグロスをしたいっていう方がいらっしゃると思うんで、紹介したいのはまずこちら、スポットグロスの厚盛りなんですが、メタル紙の上に、白押さえして、マット PP 貼って、スポットグロス、ね、この水たまりの雰囲気の鏡面してるところですね、ここにはあえて白押さえしてません、もちろん。ただマット PP をその上にかけて厚盛りすることによって、透明感が出てくるというふうな形になってます。うまく再現してると思います。こういうね、スポットグロス独特のこの模様でね、ちょっと水面をね、波紋をこう表現してるところもすごい可愛いんですが、これがいわゆる通常のスポットグロス、ね、こういう水面とかにぴったりのこの滑らかな感じになってますが、それと全く違って今回紹介したいのはこちらになります、ね、こちらの滑らかなスポットグロスとはまた違った、このボコボコのね、ちょっとエンボスがボコボコボコってなってるこちらを、まだ名前はねしっかり決めてませんが、一応スポットグロス、デコボコカッコ仮っていう形に、ね、しますけども、もしこれ一応予定ではスポットグロスデコボコって名前を予定してますが、なんかこんな名前いいんじゃないのっていうのがもしあったらぜひご提案ください。ね、単純にボコボコっていうのもなんか可愛げがないんでね、なんかすごい可愛いなっていう名前があったら言うべたら採用するかもしれませんので、機会があればご応募ください。で、先ほどこのメタル紙をちょっと紹介したんですけども、日本で出したんですけども、このメタルでね、今回ちょっとどうしてもメタルって PP 貼った時になんかこの汗っぽいのがつくなとは、光るなっていうのを感じてたんですが、見れますか、こちら、これ普通のメタルに4色、ただの4色にベルベット PP かけたものなんですが、どうしても油がこう作った時にこう光ったように見えるなっていうのが前から気になっててですね、何気にフロット大室にこれに水垂らしたらどうなるろうと思った。先ほどこっちにもあったんですが、マットの上にただの厚盛りシルクをかけた時に透明感が出るってことは、水滴当てたらどうなるんだろうね、思って、こういう感じで水滴を落としますよ。見てください、なんとですね、なんとこんなことになるんですよ。わかります？これがいわゆるスポットグロスを当てる状態に近いものですよね。なのでマット以上にベルベット PP の上にスポットグロスを当てた方がより透明感が出るじゃないかという、この何気にこう水を落とした時に思ったんで、これだけ当然拭けば拭くほど乾けばね、さっきの元通りになりますので、
多分シルクの厚盛りさも同じ現象になるとは思うんですが、おそらく、通常のマットよりもベルベット PP の方がこういう透明感は出てきます。ちょっと夏場スポットグロスご検討の方はぜひベルベット PP の上にスポットグロスやってみてはいかがでしょうか。もちろんね、下にね、あえて白押さえなしで印刷もあまりしない、まあしてもこういう明るい色でね、黄色なんかも比較的分かりますね。とにかく白押さえをしてない状態で、ベルベット PP をすることによってこういう綺麗な感じが出ますんでね、面白いよね。これ何気にちょっと回見ながらこうやって水をつけて遊んでみたらこんなことになったんで、ちょっと紹介しようかなと思って紹介させてもらいました。ぜひ夏に向けてスポットグロスご検討の方はチャレンジしてみてくださいということでね、今回はこんな感じで、いきたいと思いますが、西村ラジオですね、ひょっとしてツイッターなんかでねご覧になられた方いらっしゃるかもしれませんが、当社のね入り口の方に、まあ、本社と第4事業所の方に、アイドルマスターサイド M、ね、こちらのねポスターをね貼ってます。僕と、まあ、もう一人の、まあ、西村の、まあ、某営業マン、まあ、2人でねこう持ち上げてる感じのねツイッターご覧になった方はいらっしゃるかもしれませんけど、西村当社のなりにアイドルマスターサイド M 応援させてもらってますんで、皆さんも一緒に応援してあげてくださいということでね、マスカタだけじゃなくてコーダの方にもね貼ってるんですが、コーダこちら住所がですね、うちのサイトにあるコミックスの方のコミックの同人誌の方のサイトにある住所になってます。まあ、近くの建物でいうと石立の交差点を南に入って二股の道を左に行けばあります。まあ、吉野分かれという道なんですけど、こちら左に入ってすぐ見えますんで、西村大社が当社と第4事業所になります。そちらの入り口にポスター2枚どんどんと貼ってますんでね、まあ興味ある方はぜひ見に来られてください、見に来てください。ちょっと外にね日が当たるところも置いてますんで、まあ早めに来てもらって見てもらう方がね綺麗なままで見れるんでね、ぜひ来てください。また本社の方にも飾ってますんで、そちらももし機会が近くにいらっしゃる方なんかいましたらぜひ見に来てくださいということで、ではまた来週お会いしましょう。